皆さんこんにちは、ミスター京都アッキーです。はい、この度は大変申し訳ないんですけども、3月22日の日曜日に開催予定でありました西成ラーメン祭り、淡路屋マスターとミスター京都アッキーのコラボ企画、中止とさせていただきます。もうこの世の中ではコロナウイルスが猛威を振るっておりまして、以前ね、イベントの自粛期間2週間っていうのが出たんですけども、その2週間が過ぎて、落ち着いた頃にラーメン祭りを企画しようということで、開催予定であったんですけども、どん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 猛威を振るっておりまして、先ほど淡路屋マスターの方から Facebook にて中止の旨の案内が流れましたんで、そちらの方を皆さんに、読ませていただきたいと思います。それじゃあ代読させていただきます。淡路屋です。今回企画してましたラーメンイベントは中止とさせていただきます。最近もコロナウイルスで大阪のあるライブハウスでも感染者が出ていることから、また私のような小さい店でもイベント時はラーメン食べないで遊びに来てくれる人も入れると200人近い方が来られます。万が一西成区で感染者を出すのは絶対に避けたいです。早くコロナ消えろと皆さんが心から願っている時に、私たちが感染者を出す原因になるのも絶対なりません。そして西成警察署に勤務する私の知人も、辞めるとは言わへんけどなるべく自粛した方がええんちゃうかなとの話もありました。警察に言われたから辞めるとかではないのですが、本当に感染者を出したくない、早く安心して外に行ける日本に戻ってほしいと思ってます。今回はアッキー、その他の関係者の方、大変申し訳ないのですが、これは私一人で考え決めたことなんです。楽しみにしてくださってるお客様、せっかく予定を空けて来てくれようとしていたお客様、本当に申し訳ありません。急に注意されるのも腹が立つかと思います。この投稿の後、アッキー、その他の関係者、中止の連絡、また誤りの連絡を入れようと思います。コロナウイルスがなくなり落ち着いたらイベントをやらせていただきますので、その際はよろしくお願いいたします。ということで、淡路屋マスターの方から Facebook にこのような内容の文面が流れました。これは正しい判断だと僕自身も思います。ほんまに西成からコロナ感染者を出したらダメだと思います。ですので、今回は楽しみにしていただいた方には大変申し訳ないんですけども、中止とさせていただくことになりました。また次回、ラーメン祭り決まりましたら僕の動画でもご案内させていただきますので、その際はぜひコロナウイルスを関係なしにみんなで盛り上がって楽しみたいと思いますので、ご参加のほどよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。